ぱこんな感じなんや。ああ難しい。走るの歩くの早っ。高いなこれ。女性のやつがめっちゃ強いやん。ああ死んだ。一面でクレジット使うクレジットというかコンティニューを使うことになるとは。ネットボスですよね。ボス戦の音楽変わらないんや。体当たりも出にくいしなぁ。ああ死んだ。おお一面クリアできなかった。めちゃくちゃむずいやん、このマスターシステム版。なるほどね。こっちはこのウォーリアーってどんなんやろうな。多分やったことないと思うんですけど。あ、これあれか。ロープレのやつか、前やった。あ、やっぱそうやん。これロープレのやつや。前一回やりましたよ、これ。喋るとね、手が止まってしまうというかね、これですね。はい。喋りながらなんかね、やるのがなかなかあれですよ。これやってないですね、多分ね。この画面初めて見ますから。あ、こんな感じなんや。いきなり魔法みたいなの使ってもうてるやん。あ、違うんか。今のは、あれか。今のはあれなんや。これで行きましょう。あれ？ちょっと待って。女性キャラじゃないの？あれ。ちょっと待って、女性キャラでやりたいんやけど。リスタート。
アース、ファイヤー、サンダー。これ。あ、どれ選んでもこれになるの？ちょっと待って。じゃあ、あれなんや。主人公一人しかいないんや。このゴールデンアックスは。あ、どれ選んでもこれなんや。ただ、魔法の力が強いか弱いかの違いってことですね。ああ、強い。歩くのがえらい早いな。これ頭突きというか、このタックルみたいなのもちょっと出しにくいですね。あの、メガドライブ版と比べればね。歩くの早いな。逃げられた。あ、やられた。結構敵が強いというか。死んだ。うわ、全然なんかあれですね。メガドライブ版と比べたら難しいですね、こっちの方が。タックルが出にくいな。ボスですね。いや、だいたいこのボスタックルでいつも倒すんですけどね。出にくいからなぁ。難しいね。やられてまうよな。あ、死んだ。ゲームオーバーですよ。はい。まあまあ、いいかな。こんなもんでね。はい。